今年もよさこいがつないでくれたご縁でいろんなところで踊らせていただきました。1年間のご縁に感謝して、今年最後の演舞、心を込めて踊らせていただきます。それではどうぞ。ご来場の皆様こんにちは。よさこい日本ひじりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。私はそれよさこいご開催誠におめでとうございます。会場について、大阪の温かさにちょっとホッとした感じです。舞鶴はもう雪が降ったんじゃないかなって皆さん思っておられるようなんですが、雪降っておりませんでして、積もってもいなくてですね、今年は雪が降るのかなっていうぐらい舞鶴も実は暖かいんですけども、やっぱり大阪はもっともっと暖かかったです。そして外の気温だけじゃなく、ここにいらっしゃる皆様の笑顔がとても暖かく、今日は心も体もポカポカになって舞鶴に帰れるんじゃないかなと思っております。いただいたご縁を大切に、日香る縁という聖の御にちなる曲を踊らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ひじり祭、日香る縁。
桃山学院大学よさこいげん、さなみの皆さんです。